栃木県那須塩原市では豚熱のため豚およそ3万7000頭の殺処分が続いています。県によりますと昨日午後9時前、豚に殺処分用の注射をしようとした獣医師が誤って豚を押さえていた県の男性職員の太ももに注射針を刺しました。男性職員は救急搬送されましたが命に別条はないということです。殺処分は2人1組で行われていました。県は使用した薬剤について人体に入ると炎症などが起きるとしていますが、薬剤の種類は明らかにしていません。